ちは、みんなの情報誌です。本日は茨城県龍ケ崎市龍ケ丘公園に来ております。こちらですね。でこちらは、うち発行エリア茨城県取手市、利根町、千葉県の我孫子市、印西市なんですけど、龍ケ崎市は隣なのでちょっとこうたまにはいいかなということで来ております。でここは龍ケ丘公園のシンボルというタツノコ山というのがここにございます。標高41メートル。で週末には結構親子連れで集まる人気の公園です。で上登ると牛久大仏とか筑波山が見えるらしいので、天気によってなんですけど、今日は天気いいから見えるかもしれないので行ってみましょう。はい。意味不明なことやった。あ、登んないですか？はい。鬼の動画じゃなくて、あ、でも結構あるよね。ありますね。龍ケ崎市最高地点、タツノコ山、標高41メートル、公園駐車場より21メートルです。運動公園。大豆も見えるよ。あ、本当ですね。すごいですね。平日ですけど結構人が来てますね。はい、やっぱり土日は多分もっとすごいんでしょう。上から見たさっき池だと思っているところに来てます。小水池だと思っているところに、一応橋があるから多分そうだろうね。はい。日陰は寒いね。そうですね。はい。今ここで。あ、そうなんですね。もっと奥ですか。奥。歩く？行ってみますか。せっかくなら行くじゃん。はい。ここ曲がったところにね。
ですね。はい、以上で、龍ヶ丘公園、タツノコ山とか、いろいろ結構もう人がいっぱい出てきたんですけども、はい、十分楽しめました。ではまた。じゃあ手を